いひでチャンネル今週もご覧いただいてありがとうございますいきなりひでチャンネルと申します私がですね高島秀武です川流たくさん寄せていただいて本当にありがとうございますいや結構ね嬉しいですね次から次と、えー、ニューフェイスというかあそんだったら私も俺もということで寄せていただいて今日はですね鳥取からね寄せていただいて20代のですね 高根の花ならぬ、高根の花子というえ、その花がね、この花、書いてるんですよね、ノーズ。高根の花子さん、鳥取20代。いいですね。秋風が二人の距離を近づける。うん。秋風が二人の距離を近づける。寒くないかいと言っちゃって。<laughs> やったでしょ、みんな。いやいや,いや、懐かしいですね。ええ、そして 次が2人の距離を近づけ、ね、そういう恋愛を経験し結婚しですねえそれでもう何十年も経ってそれでここへ来るわけですよ衣替え体の変化を感じますどんどんずんどんになりますからねご苦労さんでございます本当にえ今年の秋も衣替えで感じたんですね花子さんはねはいいやーこれはわかるな ちょっと急いでやりますけども「川柳」「毛布だしくるまる瞬間これ幸い」「毛布だしくるまる瞬間これ幸い」「幸せ感じるな」ってあのー、ベッド布団とにかく入ってこうくるまってああったかいなとあれはやっぱりね えー、心の豊かさと並んで体の温かさというものもですね十分、えー、幸せと、えー、それに貢献しますね、えー、そんな季節がやってきました、はいえー、続いてはですね「高手の花子さん秋服でコロナ太りを隠します」「秋服でコロナ太りを隠します」まあこれはもう読んで字の通りというこういうことでしょうね。 風景もありますカラカラと道路転がる枯れた葉がカラカラと道路転がる枯れた葉が昔あのアナウンサーになりたての頃ですね結構ね外に中継というのに出されてそれで先輩に注意されたことがある不景気だと言われたその年の年末の中継に駆り出されて。 えー、いろいろと元気な光景をですね、こういろいろね、売り出しとかそういうのを受け入てたら、お前ね、今年はね、テーマは不景気なんだと、世の中景気が悪かった、そういう時は何かね、ああ、景気の悪い光景だなという、今年を象徴するような絵柄をね、どっかで探せと。例えば、今、ね、道路っ端に枯葉が舞ってるだろうと、今の風でくる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 。寂しいよなって。で、こういうのをね、 今年の象徴でねまず最初に出してからそれでもなおかつ頑張るというんでこんな風に明るい商売やってるとかそういう中継できねえのかって、はあ、なるほどなと思いました今それを思い出しましたカラカラと道路転がる枯れた葉がそういえば今年も決して景気いいとは言えないですもんね、はああ なんか枯葉に同情してる場合じゃありませんけどもうんこれは光景をねしっかり読めてますその通りだと思いますだけどね女心となんとやらというのも秋の特徴でございましてこれはですね名前元猿元猿って読ませるらしい千葉の75歳のね男性生まれた干支が猿年なので大相撲で活躍の翔猿にあやかりで こういうい名前にしました元猿女心と何とかと言われますけれどもこういうのはどうでしょうかネイルした片手に杖のおばあさんネイルした片手に杖のおばあさんいやー腰が曲がるほど杖をつくほどのおばあちゃんになってもですねよく見ると指にネイルしてるねどんな色か分かりませんけどだからおしゃれ心を忘れてないということですよ あこれはよく観察しましたね、えー、その通りなかなかいいです絵になりますネイルした片手に杖のおばあちゃんあそうかそうかネイルしてますネイルあれんかこう盛り上がってるのをやってる人がいますけどもあれはどうも私好きじゃないですね、えー、それからあとあのテレビのニュースキャスターのね女性アナウンサーがすごい派手なネイルしてるとちょっと興ざめですね<い>あれはやっぱりねしないでほしいうん 偏見でしょうか、うん、分かりませんんがはい同じ元猿さん女心と秋の空からね目をこすり固めに下がるつつけまつげ <laughs> 目をこすりペロッと硬めに下がっちゃうつけまつげ、えー、これはズバリこの光景は見たことはありませんけどもこんなこともあるんでしょうねつけまつげの人はね目をこすり硬めに下がるつけまつげ。 それから最後はですねえドキッとする人もいるのかもしれませんが「整形も生まれた子見ればもわと分かる」「整形もね生まれた子見ればもわと分かる」「そりゃそうですよね二重にして」「いやーあの奥さんはくっきりとしたね綺麗な二重だねなんじゃあかんじゃ<え>」え「生まれた子供は一重なの綺麗なまなの」「ああそうなんですねふーん」とか,んか言ってね えー、よくある話でございますけどもこの間韓国から帰ってきた人が、えー、向こうの人と喋ってたら男も結構行くらしいですね整形はあ私どこで直したらいいですかえ全取り替えあそう <laughs> そんなこと言われて傷つくような頭じゃないんです、えー、全く問題ないんですけどなるほどね整形も生まれた子見れば元わかるという、えー、元猿さんはい。 え最後にですね毎日暇なんでねテレビを見ておりますがというえこれ面白いですね録録画画ししししてて CM CM 飛飛ばば見見るるドドララママこれはもう私もねドラマなんかも必ず録画ですで最近の CM って長いじゃないねあの体にいいかどうかもしれないけど恋の変えいの変えねだからそういうのはパーッと飛ばして。 でドラマはさって見るんですけどもで分けても私が最近思うのはですね、えー、同時に同時にねあんまり CM 長いとね前のドラマの展開、ね、忘れちゃったりするのにあれなんだっけなんってでそれがねこの間麻雀やってたら、ね、イースーチーソーの街で、えー、リーチかけたでバタッとね閉じて閉じてイースーチーソーでんねえかなとかってバしたらふっとお茶飲んだらねあれ何の街だったかな また確かめたりなんかしてちょっとここに相当来てますよねご同様ですかだと嬉しいんですけどもはい今日は金曜日ですから最後にですね株式会社野口医学研究所からよかったでしょうとしてそうです今週の商品はこちらですブラジル産3種プロポリスブラジル産3種プロポリス当たりましたのはですねはいこの方です100までは望まぬ人生 分分目目ままでは望まぬ人生8、まあ、たまには体に悪いと知りながらあんなこともこんなこともしてみたいというね、えー、それの方が人生楽しいんじゃないかという60代の中ちゃんに当たりましたプロポリス3種ですね川柳、えー、をおいただいて紹介した中ちゃんよかったでしょう差し上げます最後は何と言っても健康第一です今週のプレゼントブラジル3種類のプロポリス プロポリスに含まれるフラボノイドは活性酸素の働きを抑え免疫システムを活性化すると言われておりますプロポリスは蜂の分泌液に含まれ殺菌効果が高くコロナ禍の中で売り上げがね急激に伸びている商品です何と言っても体にいいですからねぜひぜひ試してくださいさらにロイヤルゼリーが配合されているので飲みやすくなっておりますよかったでしょう今週はですね はい、三種プロポリス、中ちゃんに当たりました。来週も一つ良かった弟子を目指して川柳をお待ちしております。川柳浮かびましたらこちらの方に、そしてなんといっても浮世の義理でチャンネル登録よろしくお願いしまして、今週はお開きです。ありがとうございました。